道の駅北郷が道の駅として登録されたことを受け、国土交通省宮崎河川国道事務所長からの登録証の伝達式が市役所で行われました。日南市が整備を進めている道の駅北郷は宮崎県内で19カ所目の道の駅として2023年2月28日に登録されました。旧北郷町の役場跡地に建設中で、東九州自動車道日南北郷インターチェンジから約 1km 離れた場所に位置します。市が整備する物販、飲食施設と障害児など安心して遊べる大型遊具、市民が利用できる調理室や休憩施設などがあり、駐車場は105台、トイレ20機が設置予定となっています。日南市によると、解体と建設を含めた総事業費は約10億円。2018年度に決定した設計デザインの事業費の見直しで、地元特産材の帯杉を生かしたデザインに変更されました。市役所で登録証を受け取った高橋日南市長。先日、東九州自動車道の清武南から北郷間がつながりましたので、多くのお客さんで賑わう道の駅が期待できると思います。地域のいろんな活性化、ここも一つ課題としてありますので、いわゆる賑わいの創出につながる、そういう道の駅になろうとなると思いますので、いろんなの準備をしていきたいというふうに思っております。新型コロナウイルス感染拡大の影響で開業が1年延期となった道の駅北郷は2023年秋にオープンの予定となっています。